菅野孝典のすげえ話。いや今回のゲストは宮澤宏樹選手に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕もねちょっと久しぶりの撮影なんで最初の掛け声も忘れちゃってましたけどすげえ話ですか。すげえ、それ自体すげえんですけどもちょっと忘れちゃったんでいやもう本当にねこうやってひろきと話せることに対して本当にありがとうございます。めちゃくちゃ忙しいっていう噂なんで。いや忙しくないっすよ全然。もう誰も飯誘っても来ない。いやいつも同じメンバーで行ってます。行ってます行ってますっていやなかなかそういうさひろきとね、まあひろきとっていうか誰ともチームの選手とあんまり行かないんで。そうっすね、すげえさんもう自分と向き合ってるから。いや向き合ってるわけじゃなくてタイミングがねなかなかね、まあそうですね、そう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 、はい、人に合わせるわけでもないし、はい、なんか人も合わせてくれないし誘ってくれないし、気づいたら一人誘ってるじゃないですか。気づいたら38歳気づいたら孤独なおじさんなんですけど、はい、この番組はあの毎回見ていただいてるということで。見てますよ。見てます本当に。はい、拓郎とか智樹とか、はい、シュンタもですよね。はいはい、はい、シュンと見てますよ。シュンタでもやってないですね。やってないから、はい、違うか、車の違う、一番最初なんかね、はい、でも見てますけどね。マジっすか。まあでもさらっと流して、まあまあまあ、真剣には見てないですけど、ラジオ感覚で、まあ、ざっと言うとそのまあ今まで彼はどうやって育ってきたのかなとか。いや僕話すことないんすけどね。いやいやいや、本当に何年生きてるんですか、もうプロ生活15、6年ですね。あんまそこら辺も曖昧なんで。いやいや、まあ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 、はい、でもまあ、まあまあ、そこまで超えたらもう何年やっても一緒みたいな感じだけど。そうそうそう。サッカー始めたのはもうすぐパッと始まっちゃいますけど、何歳から始めたんですか。小2だったと思います。めちゃめちゃ遅咲きというか遅いね。いや遅いんですかね、うん、まあ確かになんかそんな早くないよね、もう幼稚園、まあ、幼稚園から今スクールとかもありますからね。やってる人いるしね。まあでも田舎で、まあ、スクールとかもないですし、うん、まあ小学校入った田舎じゃないでしょ。いや田舎なん、室蘭田舎なんですよ。北の湘南、北の湘南。それは伊達市なんです。生まれたのは伊達市で、はい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 、その横の室蘭市っていうところに、うん、で育ったんで、はいはいはい、まあ普通の、まあ、田舎、まあそんなあれですよ、うん、でもなんかサッカーが盛んなイメージあるけど、なんか北海道といえば室蘭なんとかっていう。まあ当時は子供もいっぱいいましたし、うん、まあサッカーに熱はありましたよねやっぱ、うんうん、その北海道でも結構強い方ではあったんじゃないかなとは思いますけど、うん、まあそこのサッカー少年団、まあ、小学校入ってからですね、うん、で僕は5個上にお兄ちゃんがいるんで、はいはいはい、でお兄ちゃん、僕1年生になったらお兄ちゃん6年生じゃないですか、うん、その状況でサッカー始めるのは嫌だったんですよあ、お兄ちゃんがいるからね。お兄ちゃん同じクラブで、まあ、いじめられてたんで、はい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 、まあ、いじめっ子だったから、はい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 、絶対一緒にやんねえと思って卒業した2年生からサッカー部に入りました。そういうことね、はい、タイミング的にはバッチリの、はい、いや俺もね、あ兄弟は 男なんだ。兄貴です。まあ兄貴って本当に仲悪いからね、俺もめちゃめちゃ仲悪いしそうっすか、仲悪いっすか。あんまりいい思い出はないね、あの子供の頃は特に、まあ、特に同じスポーツやってたりするとね、うんうん、でも北海もうずっと北海道だもんね。そうですよ、室蘭から札幌ですからね。そうだよね、そっから始めて、あそう、もうやっぱり始めた当時から、まあ、ある程度、まあ、背もでかいし体もでかいしみたいな感じだったの。まあ背はでかかったっすね。まあやっぱ線はすげえ細かったです、このキャッシャーだったんですけど、まあ、小学校自体がそんなやっぱりいなかったんで人数が、うんうん、だから小学校2年生3年生ぐらいはもう試合に出れるみたいな感覚だったから、まあ全然出てましたね試合には。え、2年生の時の試合ってことだよね。2年生で6年生、いや6年生の試合とか2年生で2、3年では出てましたそのぐらいの、それは異常じゃないでも、そのぐらいの量なんですって。同級生4人とか、人数的に、ね、サッカーの同級生4人、うう上が3人とかなんですから。へ、したら必然的に ね、まあ、ねもう出る。えでもさ、今振り返ってみるとその当時のその年で、まあ、体がでかい年上とできたっていうのは今振り返るとどう感じる、うん、やっぱその今思えば上の強度が高い、うん、まあ、体の体格とかもそうですけど、うん、とやるのが当たり前だったから、あまあ気づかずにそういう環境でできてたっていうのは今考えればプラスですよね。やっぱその試合経験もそうですし、いやなかなかないよ、この分けて練習するとかじゃなくて、はい、もうその小学校の強度、うん、6年生とか5年生とかもやる強度で、うん、2、3年生から当たり前のようにやってたっていうのは、まあ、若干タフではあるかなと思います。いやそうだよね、はい、でもそれ逆に6年生になったりしたらちょっと物足りなさ感じなかったの。
ちょっと下が多くなってくるわけでしょ、だって。ああでも、まあ、そう強度の感楽だなっていう感覚はなかったですね。ただそのみんな本当に町内会みたいな集まりですから、うん、仲良かったですし、うん、まあ、みんなで楽しくサッカーをやってるっていう感覚ですね。だから厳しく、なんか上手くなるためっていうか、みんなで楽しく、はいはいはい、楽しくてやってるっていうね、楽しくてやってるっていう、確かに確かに、みんなが集まってやってるって感じですよね。その他のスポーツはやってなかった？やってないです。野球クラブとか、クラブ活動とか、野球クラブだけかな、そう、サッカーだけです、本当に。どんな性格だったの君は？今ではもうこんなに北海道を背負うね、キャプテンですけども。いやでも内気ですね、やっぱコミュ、コミュ障ですね、はい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 、やっぱり若干シャイルまでシャイっていうか、うん、やっぱ人前に出るのはあんま好きじゃなかったですし、うん、まあ選抜とかも入ったんですよ一回、うん、まあ、その雰囲気が嫌で、あ、もう1日でやめました。やめるとこじゃないんですよね。何この選抜っていうの、この同調圧力みたいな。なるほどね。もういる選手たちで集まって、そういう何ですか、新しいところに飛び込んでいくのはやっぱ苦手だったかなっていうのはありますよね、まあ、それは変わらずですけど、まあ、この先にいろいろまたね、また出てくる、僕が知ってる情報出てくるんで、まあ、その辺は掘り下げますけど後で、はい、そこから中学に行ったら地元の中学で、そうです、地元の中学で、でも中学校にサッカー部はないんですよ。ないんだ。だからその大沢サッカー少年団っていう小学、大沢小学校のチームでやってたなんか外部コーチみたいな人がそのまま中学校のクラブチームを作るということで、うん、まあ、その大沢 FC っていう、あの、書いてありますね、サッカー部に入るってことで、だからもう中学校と中学校生活とサッカーはもう全く別物だったので、多分僕が一番サッカーをやってない時期ですね。なるほどね、はい、本当にそういうことか、はい、中学校入って、まあ、いろんなこと、いろんな、ね、うん、興味あることが出てきて、うん、まあ、そっち優先みたいな、うん、だから練習も遅れてくみたいな、マジでそういう感じ、意外だね。本当ですか、なんか そういう、どういうスケジュールなのそのクラブチームは。まあ、夕方っすね、やっぱ5年、うん、夕方にやっぱ仕事してる人なんで、はいはいはい、まあ、夕方5時、6時、5時、4時、5時から練習っていう感じなんで、うん、だからいやな、スケジュール1週間に何回トレーニングやってたかとかちょっとあんま分かんないですけど、覚えてないです。でも全然毎日あるわけではないんだ、はい、へえ、4日とかじゃないですか、週。すごいね。でも全国的には、全国的というか道内的にはそれ大会とか出たらどういう、いや全然です、全然弱いです。やっぱ室蘭、まあ室蘭にも、室蘭にも強いチームあったんですけど、うん、まあそこと比べても全然ですね。だからその大沢小学校でやってた人が上がるみたいな、うん、で他のところであんまり出れない子たちがちょくちょく 2,3 人来るみたいな感じだったっす。すごいね、そんな感じだったんだ。そんな感じです。もっとガン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 サッカーやってたらと思ってたけど。いやいや全然ですよ。だから北海道だから、いぶりの大会で負けたりもし、ま、負けて全国に出れないとか、全道に出れないとかはザラっすね。でも今の話聞いてる感じだと、そっからプロになるっていうイメージが湧かないけどね。あ、でもサッカー好きだったわけでしょ。サッカーは好きでした。まあ、そこでさ、じゃあサッカー好きでプロになりたいなとかそういう意識し始めたらまだそこじゃない。全然違うんだ、はい、小学校の時は楽しくやってて、中学校の時は、まあ、サッカーよりも楽しいことができて、うんうん、楽しいことってちなみに何だったんですか。楽しいことですか、まあ、まあ海とかいや楽しいよね、海とか楽しいよね。まあ、練習後のカラオケとか、なんかそういうそっちっすね。なるほどね。そっち系の、はい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 、そっちが優先になってたんで、うん、まあだから本当に、まあそこで高校に行くときに、うん、なんていうんですかね、コーチの人に、うん、お前本気でサッカーやるのか、もう趣味でやるのかの、うん、このちょうど分岐点だったっす。だから普通の工業高校に行くのか。ああ、なるほどね、はい、そこからだって大谷に行くわけでしょ。室蘭大谷だっけ。まあ半ば
説得されて説得されてだから違う道でしたけど、ね、監督コーチからしたら才能がある可能性があるっていう意味で多分気づいてたんだろうね。全員に打つわけじゃないでしょ。そうですそうです。でしょ。でも多分個人的には、うん、まあ室蘭だったら、うん、まあうまい方だなと、まあやれてるなと、うん、だからあんま努力しなくなったっていうか、うん、できちゃってたからね。はい、まあそのなんていうんですか、見えてる世界が狭いじゃないですかやっぱ、うん、だからもう満足しちゃったっていう感覚はありましたね。なるほどね。はい、だからもうサッカーも趣味でやるっていうか、まあまあまあその、まあ、好きだしやってて楽しいし、はい、でも他のことも楽しいから、まあ、両方楽しもうかみたいな。そういう感じ。でそんな犠牲、そこまで犠牲にしてまでっていう中学生ではなかったと。はい、でも多分今さほら子供とか持ってる親御さんからしたらさ、いやもう小学生からもうプロになれとかさ、はい、お前夢は何だとか言ってサッカーとかになってないともうなんか不安になっちゃったりさ、だからそうなるとなんかひろきの姿とか見てたらそんなね、なんか急がなくても、うん、やっぱ好きなことっていうことをの方を優先にした方がいいことも、まあそれは人によるんだろうけどね、なんかみんな夢を持たないから焦ってしまうっていうのはなんか違うのかなっていうのはなんか教えられるなと思って。まあそういう夢を見つける作業を手伝ってあげるとか、うん、まあこれやれ、まあそう、いや多分子供からしたらやらされるのが一番きついじゃないですか。そうだね、まあ、親的にもやらせるのが簡単っていうか、そうだ、ね、うん、間違いない。まあでもうーん、やっぱ自分が本当に楽しみ、楽しくないと、そうだね、上手くなりたいって自分から思わないと練習しないじゃないですか。そうだね、練習しないし、いい指導者になりそうだね。いやならないですよ。だからでも本当そうだと思うんだよね。やっぱり結局は親御のエゴがちょっと多すぎるというかさ、なんかいろんな方の親御さんから結構どうやったら上手くなれるんですかとか、はい、足はどうやったら速くなれるんですかっていうことよりもやっぱり、ね、子供から聞いてきてくれたりとか、そうですね、まずね、子供はそう、はい、足は速くなりたいっていうか、まあなりたいんだろうけど、はい、子供はどうなりたいのっていうアプローチの方がなんかでつまずいた時には強いかもね。はい、うん、やっぱり自分で解決してるっていう意味ではね。そうですね、でも難しいよね。いや、そういう意味ではね、難しい。だから別にひろきの生き方、誰な人の J リーガー全員の生き方が全部正解じゃないし、うん、でもひろきってそういう幼少期だったっていうんだのはなんかめちゃくちゃ俺も意外だったね、うん、だから環境じゃないですね、やっぱ出てくる時は、うん、はい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 、どんなとこからでも、まあ間違いない、出てくるっていうことです、ね、どういう環境、別にいい環境で育ったからこそから上手くなるとかじゃなくて、どんな環境でもそういう意識がちょっと芽生えて楽しめたり上手くなりたいなって思う環境さえ、環境っていうかマインドさえあれば、多分どんな環境でも上手くなって出てくると思います。でもそれはその時のさ、サポートしてくれたそのコーチ、大沢市のコーチとか人の出会いっていうのは大きかった。いや間違いなくそうだと思います。やっぱね、やっぱしっかり見ててくれて、まあこう選択肢を与えてくれながらもこっちの方がこう導いてくれるっていうのはすごい。それ間違いない。だから僕は人に恵まれてると思います。すごい、みんな言う、成功した選手みんな言う、やっぱり素晴らしい。まあそれを引き寄せてるっていうのもそうだし、やっぱり周りにいる大人っていうのは大事だね。そうですね、だから俺たちはまあそれ含めついてるなっていうのは間違いないよね。その中で室蘭大谷強豪校に行くわけでしょ。はい、それは一般受験、推薦？推薦です。特待生ですね。ただ、大体上手い人で特待 A とかだったんですけど、うん、僕は B とかだったのかな。単純にそれはもう頭が悪すぎて。なるほどね、はい。そこの基準に達してなかったってことね。はい、なんかランクみたいな、ランクとかだったんですよ。A から ABCD みたいな、はいはいはい。それはなんか保証内容が違うわけ。はい。ああ、なるほど。なんで単純にそのランクを言った瞬間、その監督がえってそうなんですね。僕も俺もなんかあんま交代連知らないんで、そんな感じでした。まあただその中学校の時の監督もその室蘭大谷の人で、あまあしっかりそう室蘭大谷の当時監督加藤英二さんって今コンサドーレにもちょっと関わってる人がいるんですけど、まあ、その人に話もしてくれて、うん、まあちゃんとしっかりやってくれましたね。うん、はい、
それで初めてそういう、まあ、ちゃんとした組織というかさ、まあ、ちゃんとしたというかそういう伝統あるクラブに入った時に、はい、なんかうわっとか感じたこととか余裕だなって思ったのかとか、うん、余裕だなとは思わなかったですけどね、やっぱ 2,3 年生のレベルは高いなとは感じましたけど、うん、びっくりはしなかったですね。なんかもうやっぱ室の谷に行く時点で本当にサッカーを真剣にやるって決めてたんで、お、まあ、こういうもんだなっていう、だからこれをよくスイッチできたね、その 3年間その海行ってカラオケ行ってサッカーやってみたいな、 その3年ね、はい、そっからもうそこは決めてたんだ、ここやったらマジでやろうみたいな、はい、マジで真剣にやるなら室の谷に行くって行くって決めたらもう何があっても、はい、じゃあそのタイミングかな、じゃあプロに目指したのはそんなことない、そんなことプロっていう感覚ではないですね、単純にもうマジで打ち込もうやろうっていう感覚ですね。だから1年目から出てたんでしょ、だって1年生から出てました、最初の練習試合もなぜかパッて出てこれね、みんなね、あのサッカー知らない人はなかなか中学校から高校3年生、まあ、中3から高3の体のデカさも本当に違うんですよね。だから思った以上のこのレベルの差、体格の差、フィジカルの差があるんで結構すごいことだよね、急に出る。そうですね、やっぱ全然違いますもんね、体型が全然違う、体型も本当にやっぱ精神的にも違うと思うんですけど、ね、まあ、まあちょくちょくスタメンで出てましたね、はい、もうじゃあちょっとその時の性格はちょっと治ってたの、そのシャイなところも。いや、あんまり治ってなかったっすけどね、やっぱ遠慮はしてたと思いますよ、特に3年生に対して、うん、やっぱなんていうんですか、1年生と3年生ってもう、ね、神様と言われてるぐらいですね、そうだし、はい、まあ、サッカーだけじゃなくて高校生活の上下関係もあるんで、やっぱ難しさは感じてましたね。なかなか上下関係あったクラブだったの、クラブというか高校だったの、まあ、だいぶ少なくなってきましたけど、はい、ありました、ありましたね、ありましたね、まあ、ただ、まあ、出てる人の方が楽ですね、あ、言うよね、みんなね、はい、メンバーに入ってたり試合出てるとある程度優遇はされてるかなとは思いますけど、今考えるとマジかよっていうのはありましたね、まあ、理不尽なことはね、はい、数え切れないことはありますよね、まあ、でも僕はそこに対しては何も思わなかったです、ね、それがもう普通、こういう世界なんだなっていう、なるほどね、感覚ですね。なかなかそれに耐えられなかったりとかさ、はい、そのストレスに耐えられない人が結構意外と多い中で、はい、まあ、それをストレスとして感じないっていうのはやっぱその小学1年生から2年生からか6年生とやってたとか、はい、まあ、まあ、なんかそういう年上とかそういう関係には慣れてたんだろうね、シャイだけど慣れてましたね、まあ、上のその当時やってた小学校からやってた人もいましたし、うん、1個上とか2個上にいましたし、うん、まあ、その上と上の人とやってる環境もあったし、何より自宅生だったっていうのがでかいですね。ああ、そういうことね、はい、寮生だと多分きついと思うんですよ、ね、何買ってこいやら、はい、寝れないって言ってましたからね、はい、そう、俺もそれがきっかけで高校寮に入らないで地元から通ってましたね、はい、埼玉なのに何時間かけてもいいから寮に入らないっていうまあ、寮はね、ね、あんまりいいイメージなかったよ ね、 そうですね、怖いですからね、大人がいるっていうのは、うん、僕らはもうプロの選手がいたんで、あのベルディとかユースとかね、今でもそうだよね、コンサドーレもそうだけど、ね、ユースとプロは一緒の寮なんで、もう 怖すぎますよね本当に何されるのか分かんないっていう、その中で1年目から出てて選手権か、選手権とかはどんな感じだったの、まあ、1年生の選手権はまあ、北海道で負けましたね、北海道で、うん、毎年、まあ、それも出てましたけど、うん、それも出てたんだ、冬の負けた試合も出てました、はい、冬の大会だもんね、先発で、はい、出てました。ちなみにその同級生の中で出てた選手はいるの、1年生に1人だけいましたね、スタメンでは僕ともう1人、メンバーには 3人ぐらい入ってた記憶はありますけど、まあ、スタメンで出てて、やっぱ今思うと申し訳 なんか申し訳なかったと思います、うん、3年生に対して、何がちょっとやっぱ、うん、そっちそのなんていうんですかね、うまく自分を出せてない方が強かったんで、これなら3年生が出てた方が良かったんじゃないかなって思ってたと思います、多分3年生とかは。なるほどね、それは言われましたからね、うん、言われましたし、なんで1年のお前が出てんだよっていう思ってる人はやっぱりいたみたいですよ。なるほどね。でも選手権終わった後もう何もないんで、うん、みんな A も B も全員で練習するんですけど、その時に B の人たちとやっ
った後ぐらいからもう何も言われなくなりました。ああ、はい、なるほどね、はい、ちゃんと実力分かってもらえたっていう。へえ、そんな時期あったんだ。いや、ありました、ね、なんかヒロキはほら淡々と練習したり試合したり、どんなねいい時も悪い時も関係なくやってるイメージあったけど、はい、昔からそんな感じではなかったんだね。それは、でもそれは変わんないですね。ただそのコミュニケーションの取り方は違うかもしれないですけど、まあ、やるべきこと淡々とやるのはあんま変わんないですよね。なんかその中で年代別の代表に呼ばれてもなんか あまりに行きたくなさすぎて仮病を使ったっていう、なんか仮病っていうかね、痛くもないらしい。高校2年生の時ですね、まあ、ちょっと代表呼ばれるようになって、やっぱあの雰囲気ですよね。雰囲気、さっきも言ってたよね、そのエリートの人たちがいる雰囲気、うんうん、新しい環境に飛び込むこの、うん、なんていうんですか、ドキドキ感が嫌、うんうん、あと移動の長さ、北海道から行くまあまあまあ移動はね、ハンデはあるよね。まあそれにちょっと打ちのめされまして、あ、別に行って結果を残してなかったとかじゃないんですけど、うん、また呼ばれ、1回目は行ってるんで、うん、2回目3回目の時にやっぱ行きたくないなっていう感情が勝ってしまって、はい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 、まあ、当時の監督にあのちょっと痛めましたと、足、はいはいはい、痛めてないんですけど、うん、痛めましたとちょいけませんっつって、うん、って言ったんですよ。でも監督がバレてたよ、ね、電話でバレてたよ、ね、電話で言ったんですよ、ね、うん、夜だった。そしたら次の日学校行くじゃないですか、そ、うん、したら生徒玄関の目の前で待ってるわけですね、監督が怖え、うん、で専用バスでみんな行くんで、山の上なんで、一般生徒もめちゃくちゃいる中で、うわやばいなと思って、なんかまた怒られるなと思って、バッて生徒玄関行ったら、その場でボコられましたでもまあヒロキにはね必要だと思った愛のね、はい、一般生徒の前で、一般生徒の前でね、はい、いや厳しいよね。でもね、昔はねっていうか、まあ今もそうだけどね、はい、でもやっぱりそういう中で、まあ、常に注目されているね中でさ、もうやっぱ代表とか行くとやっぱり、まあ、いろんな刺激もあるわけじゃん。いろんな、はい、そうですね、まあ、いい刺激もあれば悪い刺激も、悪い刺激というか、まあ、いろんな人と出会う中で、でもやっぱり、あ、自分のレベル的にさ、あ、これだったらいけるなとかさ、ダモかなねえなとかさ、してなんかプロって、あいつがなんかプロに注目されてる、でも見たことあったりとか、そういう中で初めてプロを意識したのってどんな感じなの？意識したのですか、うん、意識したのはやっぱ高3とかじゃないですか。高3なんだ、はい、遅っ。いや遅いです、僕は。なんていうんですか、だから逆に今まで何になりたいと思ってたの？その、いや何もないっす。何もないんだ、はい、日々をとりあえず楽しく、まあ、サッカーに対する向上心はありましたから。サッカー上手くなりたい、まあ、同学年のねやっぱ代表の上手い人とか見て、うん、あ、もっと上手くなりたいなって感情はありましたけど、うん、プロになりたいとかではなかったっす。マジで、はい、いやすっげえ意外だわ俺。だから全然普通にね、まあ、3年生になって、うん、僕がね普通の一般企業に就職するっていう話になってたんですもう。え、お前自分の中でしょいやそれはもう監督にも言ってたんです。あ、もう一般企業にみたいな、はい、あ、大学は考えてなかったんだ。はい、就職します、就職します。なんでだから他のねスカウトの人、あ、宮沢は就職するらしいみたいな、うん、でもざわついてたでしょ、なんでみたいな、ね、同級生みたいですけどね。まあでも僕はもうこの3年間でしっかりやりきった、やりきったというか、おやりきるみたいな、やりきるみたいな感覚で入ってるんで。へー、まあでもね、なかなかすごくないその人生、俺やばいと思うんだけど。だから高3になってちょっともう一回自分で何、うん、どうなりたいか考えてみろっていう的なことを監督を言われて、まあ代表とかの行くっていう絡みもあったり、まあ当時コンサなかなかないんですけど、コンサのサテライトと練習試合してたんですよ、室蘭大谷に。まあ、まあ、なかなかないもんね、コンサがやるところがね。大体優勝やるっていうのは珍しいね。だから、うん、そこでも、うん、まあ、点は取ってたりしてたんですよ。だから、まあ、やりたいなって気持ちもちょっと芽生えてきててっていう感覚からですね。あ、そう、じゃあプロに なろうかって、なろうかみたいな。え、それは何、ちょっと話があったから、あ、
ちょっとみたいな感じじゃなくて、いや話があるとかもそんな聞いてないですよ。だから監督にもどこのチーム来てるとかも言われてなかったです。だから就職もう就職するからね、うん、でちょっと考えてみろって言われて、じゃあ考えてじゃあプロに行こうと思います。でじゃあ分かった、うん、どことどことどことどこが来てるっていう感覚です、じゃあお前がプロになりたくないって別に言ってたらそのどことどことどこってなかったんだ、はい、どことどことどこってそんなやっぱ興味あったんだ、いっぱい興味持ってもらってたんだね。まあ僕、まあ監督が言ってたんであれですけど、うん、まあ5チームぐらいですね。すごいよね、5チームぐらいだったとは思います。サッカーは別に夢でもないのに、うん、皮肉だね僕からしたらね。もうまあでもそこがやっぱ、まあ、欲が足りなかったんでしょうね。やっぱそういう、うん、そこを最初に目標として持ってて、うん、したらもっと努力したかもしれないですし、どっちかというとその目標に向かってコツコツ頑張るタイプだから、うん、もうちょい高い目標を持って、はい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 、欲を出して高い目標を持ってればもっとやれたんじゃないかなっては思いますし、まあ、欲があればフォワードで、うん、いけてたかもしれないフォワードだったんだもんね。フォワードでした。そうだよね、プロ入団時もフォワードだったんだよね。そうです。だからそこがちょっとねやっぱ僕の弱さでもあり、あ、うん、もったいない部分ではあるかなとは、ね、でもそれに気づいたのはどんくらいなの。ああもっと欲深くというかもっとドハングリーにみたいなのは、今言ったようなことを感じたのは何歳ぐらいだった。うん、いやでもプロ入ってからっすね。もう自分がなかなかフォワードで結果出ないってなくて、うん、でコンバートされるんですけど、うん、まあその辺りぐらいですかね。やっぱそういうツケが来たなと、やっぱもっと自分に貪欲にハングリーにやってればもっとフォワードとして生きていけたんじゃないかなって思ったのはありました。うん、でももうそっからはもうすぐ切り替えて、うん、まあ、中盤ボランチで勝負していくっていう風に切り替わってきましたけど。ちなみに今言える範囲でその5チームってどうなんですかね。でも今言うのもあれですけど、でも赤いチームなんか噂だよ、この赤いチームね、はい、そう鹿島と本佐がもう最終的に競り合ってみたいな、はい、他もなんかいろいろ青いチーム来たみたいな噂とかね、わかんないですけど、まあ定かじゃないです。でも、うん、でもどこの練習参加もしてないです僕それもすごいよね。はい、あれ1回だけあんのかな、監督に高校2年生の時に、うん、マリノスが北海道のキロロでキャンプ張ってたんですね。昔よくやってたね。その時に何も言わされず何も聞かされず、僕ともう一人車で今日ちょっと行くからって言って、今日どこ行くとも言われないで、言われないで、で連れてかれたことなんです。で急に練習参加みたいな、すごい面白かった。だから多分先に言ったら俺が嫌ですって言うと思ったんでしょうね、もうお前の性格をね、はい、でも当時その岡田さんの時ですよ。だからそうか、久保さんとか中澤さんとかめちゃくちゃ強い時、ね、はい、その時初めてプロと練習したわけじゃん。どんな感じ、はい、考えた。いや、やばかったですね。あ、そう、あ、やっぱあの時強かったもんね、マリノス。すごいなっていうか、あ、やっぱなんか次元違うなっていうか、もうみんな知ってる選手でしたからね、うん、そうだね、ほぼ代表だったしね、はい、みんな経験した人は。いや、すごいじゃんそれ。監督めちゃくちゃ面白い人じゃん。まだ監督なんですか今。いや、もう違います。違うんだ、はい。ざっとどんな監督ですか、面白いですか。いや、強烈ですか。まあ、強烈ですかね。まあでも僕が3年生卒業しても辞めるぐらいの年齢というか、あ、そうなんだ、だったんで、まああんまがグラウンド来ないですね、あんまね、連勝というかそういう人あんま来ないですね、はい、そうですね、はい、まあ、試合の時に来て的確にパパッて感じの人でした。いや、でも何も言われないで、そんな車でね、まあそ、まあ、ラチですよね。そうっすね。いや、多分断ってましたけど、ね、いやです、言われてたらね、はい、そして高校3年生はどんな感じだったんですか、選手権出て。2年生の時も2年生も出ました。2年生の時は出て、3回戦で負けたのかな。でも優秀選手みたいのに入りました、2年生の時で。3年生も出てますけど、うん、3回戦 2回戦2試合目で負けましたね、はい、なんか県大会でとんでもない、今でもなんか見れるみたいな、オーバーヘッドだっけ。あ、オーバーヘッド、とんでもないの決めてたっす、ね、北海道予選の決勝かな、決勝っすかね、
4秒ぐらい浮いてたってなんか大げさじゃなく言われて、身体あったんですそこは売りだったんでしょ。あれなんですよ、ヘディングとかだったんですよ、空中戦っていうか、だから爆撃機って言われてたんです北の爆撃機いやでもすごいよね、今やったらマジ腰折れますいやちょっと皆さん見てください、暇あればね、本当に。いやすごいね。